の社会実装ということでございますが、えー、そこでは仮想空間内の実車によらない、えー、危険・挙動の試験から、システムの開発、それから、えー、現在、小型トラクターによる高度の運転操作が行われておりますが、これらがどのようなメカニズムで、えー、運転できているか。 とととといいううううようなとこころろろの解明が必要であろうというところであ進めておりますで左側の仮想テストドライブ手法、それからドライブングシミュレーターにつきまして、研究しているところですが、仮想テストドライブ手法で用いるシミュレーター、マルチボリーダイナミックスの車両 シミュレーターですけれども、現在2つから3つの汎用シミュレーターというものが世界中の自動車業界で使われております。その代表的なもののうちの人として、本プロジェクトではカーシムとカーメーカーを使っておりますが、ここではカーシムを使って主にお話をいたします。車両パラメーターはこのように、 企画、えー、的形状、それからあ質量、感染モーメント等の物理パラメータを入力します。でこれパ、パラパートレインの設定画面ですけれども、えー、エンジン、それからトランスミッション、からあーそれぞれのデファレンシャル機構があります。でまた、エンジン特性は表計算、エクセル表等で、表として与えます。 カラ作動機構、それからクラッチなどの特性もこのような形で与えます。でリジットアクセルで右下に指名しておりますけれども、アライメントを含めて細かく与えるようになっておりますで。このドライビング、仮想テストドライブを用いた自己シナリオ教材なんですけれども、主にはこうして起こった農作業事故のから例を取りまして、 ーシシでミュレーション動画を作っておりますこれは A から来て B にいたりでハンドル切りすぎて C にぶつかって D に落ちたという状況を再現をしようとしたものですでこの方は当然この経路を日々運行されていたんですけれども通常はこのような形で事故を起こさないように 運転をしていたとで先ほどのスライドとこちらのスライドの違いは前方を注視する時間が違うとこちら安全に運転するしている時には0.5秒前のド,ジドドの状態を見てソーダをとっているがその前にものは0.2秒前ということでここではドライバーモデルに応答の違いを与えて事故を と事故でないというものを作成しており、で、まあこのように、えー、ドライバーモデルのおこれは0.2秒ですね。でこれは0.5秒前を見ていると、で今度は0.9秒前を見るということで、えー、設定しました。えそうするとカーブ でですの0.9秒前まで見てしまいますと、これはまた間違ってしまうので、次回起きると、こういう使い方をしております。で、これも、こうして起こった農作業事故ということで、農研センターのホームページ等からの例を参考に作っております。こういう道路の凹凸があって、それでハンドルを取られてしまって、左側に横転してしまったということです。 こちらの方は、えー、非常にシンプルな形で 6cm の凹凸ですねを大面のへこみを2つちょうど、えー、ホイールベースの間隔で5センチの凹みを作りまして。 グリーンのトラクターとブルーのトラクター、それぞれプレビューですですから0.5メーター先を見て操舵しているのか、0.3メーター先でやっているのかで、その着地後の操舵が差ができて、転倒してしまったという例。 でこれも、こうして起こった農作業事故の88ページから引用しました。これはあの、青木先生、松井先生のご研究でも、画家誌で、えー、発表されている内容ですけれども、これは、えー、いただきそちらで発表されているあのデータから、まあ、ラフに、えー、傾斜面をの角度を、えー、傾あの読み取りまして、 やりましたこれは一度クラッチを踏みましてそれからこのままクラッチをオフにすることによって転倒は防ぐんですけどもそのまま滑ってしまうと次は事故を起こした状況ですけれども 今度はクラッチをまず踏んで、でまた戻すんだけれども、このように横滑りが起きて、ひっくり返ってしまうと。で次はあ、クラッチを踏んでと同時にブレーキも踏ませてみました。 そうするとこの場合には止まったとこれは必ずしも現実のではこうなるよと言っているのではなくてクラッチブレーキの操作でトラクターというものは非常に大きくその挙動が変わるということを示しているとそういう受講教材として使う目的ですこちらもこうして起こった 作業事項から引用いたたししました、えー、侵入路から退出しようとしたときにちょうどあの車がです、ねえー、止まっていたとでそれを回避しようとして、えー、右折できないでこの段階で、えー、オペレーターはまずあの落ちてしまうんですね落ちて引かれてトラクターはそのままあ自分で直進して速攻に落ちるとで通常であれば車がいなければ まあこのようにちゃんと右折はできるんだけれども車がいたがためにあのような事故になったというこういうシナリオでありますこれは YouTube の方にはあのちょうどオペレーターから見たドライバーからの画面と一緒にアップしておりますのでそれらもご参考いただければと思いますでこちらも 越冬湖の作業事項の週つから引用しました雨が降っていてぬかるんでいたんだけども小雨、まあ、だったのでいつも通っているということで行ったところこの日は横滑りが起こって転落してしまったっていうことですねであの赤とオレンジと青と緑で摩擦係数を変えております で赤は0.7、緑は0.2、オレンジが0.38、ブルーが0.36と,とわずかな違いなんですが、まあ、通常はあの雨が降っててもオレンジのような状態だったんですが、たまたま、えー、この日は少し多かったのか、青のようになったとこういうことであります。これは右上で示しておりますように摩擦炎と から駆動摩擦円があって、それが駆動タイヤの駆動力で消費されて、えー、横力がわずか発生してだけでも摩擦円を、その力の抵抗ベクトルが支えられなければ転倒してしまうよということを示した図であります。 で次はあ先ほどの横滑りをしたトラクターに対してこの白の,の方はです、ね、トラクションコントロールを入れたものです。でトラクションコントロールを入れますと、まあ、このように、えー、白の方は横滑りを発生させないということがあってやはりそのトラクションの部分が問題になって先ほどのような事故が起こっているということを示しております。 でこちらは15度の斜面に粗い凸凹ココを入れまして走行させているんですけれどもプレビュー0.3という非常に短い間隔で見ている場合操作が微妙にできなくてこのように青のように横滑りが起こっちゃうんですね。 0.5ぐらいであるとなんとかいくんですが、それに対してデフロックというのはどれぐらい効くかというのをちょっと見てみたものです。でデフロックをかけると少しあの維持できるというようなことですね。それから もう一つは肩ブレーキですね。で肩ブレーキは当然あの、通常の自動車になくていろんな事故の原因になっているということで、えー、その問題点を注意するように指摘しているんですがこ,れはこのスライドではまず肩ブレーキを平坦な路面でしっかりとハンドルを前にしている際には肩ブレーキを踏んだだけでは ししないといととうことを示します後輪で、えー、左がブレーキで、えー、右が左がブレーキですので作動歯車あがありますのでこのように赤で、えー、モーメントが生じますそのモーメントは前輪が設置している場合にはあ前輪の横力から後輪の横力でこの赤のモーメントに対して抵抗モーメントが発生しましてこれで、えー あの釣りり合いいがががでできてるとううこすすねところがそういう状況があります例えばこれは何やったかといいますと、えー、クラッチをいきなり、えー、接続するとウィリー前輪が浮き上がりますねでそこで慌ててブレーキを踏んだその時に左ブレーキしか踏まなかったというのを想定しております。 そうしますと先ほど言いましたように前輪が整地しておりませんので前輪横力が発生しないので後輪の作動向によって生まれた右側の駆動力と左側の制動力のモーメントでこのようになってしまうとでこれを右側のですねを注意していただきますとこう右輪に 駆動力が発生ししてておりまして左輪に制動力が発生してるんですがこれを地面の下から眺めますそうすると左側に制動力が発生して右側に行く動力が発生して前輪においては力が発生していないということを理解することができますちょっとあの左側のは、まあ、無視していただいてでこのままえー 脱輪をして、えー、畑の方に入っていくわけですね。で畑に入って、この場合はあのーまあ、人が振り落とされるかもしれませんが、トラクターはこう,こう行っていくと。でここで、えー、何もしないでいると、えーさあの、デファレンシャルはそのままあ、ロックされてませんので、 でかつあ、トルク駆動、駆動力によって前輪が持ち上がると、で右側に駆動力のが働いているがあ、左側の車輪はあの下から見るとお、制動力があって、実、え、は、ー、モーメントが、回転するモーメントが、えー、後輪のおから、あのー、2つの後輪によって発生すると、これ、ぐるぐる回っていくわけですね。 であのインドのパンジャブ地方ではこういうスポーツが盛んなようで、まあ、プロのレーサーもいるようです、これは非常に YouTube とか TikTok ではあサブスクライブのサイトもありますで、まあ、このままあこれを運転する際に今、左のブレーキですけどこの状態で右の肩ブレーキを踏めばこのまま転倒しないで今度は。 あの安定して逆の方へ向き出すと、まあ、そういうことがトラクターという機械はそれが可能なようなこのしなさいという意味ではなくてそういう自動車ではないそういうあの車両であるということが細かく見ていくことができるとでこのやはりシミュレーションですので。 あくまで数値計算ですので、それを実機との検証というのを常にやはりやる必要がある、特にあの路面がですね、こういう不連続なものがあって、それで衝突口とそれから摩擦口という2つの機械的に強い線形性があるものですからあの、通常の線形システムの実機 シミュレーションよりもより慎重に自分たちのシミュレーションが妥当かどうかというそういう問題意識は持つ必要で,でトラクターにおいてですねまず作動機構それからブレーキ特性からサスペンションの K と C それからジャウンスリバウンドそれからエンジン特性それから車軸のアライアンスこれは倒員から えー、キンクピンの角度等も全部入れると、2人はこのタイヤの径だけではなくて、えー、ローリングレジスタンスのコーフーシェントですね、それから右下に見えますがあのコンタクトレングスですね、ど,どれぐらいの長さ設置しているのか、こういったようなものの設定によってちょっと違うだけで全然挙動は違ってきます。でその 結局やってるわけですから、ソロバーとしては、二次の,のルンゲクッタとかオイラー法を使って、えー、といています。でこれはあの、水田へ入っていく、で排水路の深さが4 0ンチで幅9センチだと、で前輪の設置幅は2 0ンチとお設置長を16にしました。この場合、えー、まあまあ、なんかうん、ちょっと変なんだけど、いいかなと。ところが 排水路の幅をですね、この設置長よりも大きくしたらどうなるかですね。で、こんな風になります。で、これはあの、設置長があ20、前輪が10、20, ん20センチの設置長ですので、えー、これは間違ってね。で、ちょうどスポットこの、実はあのタイヤのが 下に落ちちゃうんですねこれ矢印を見ていただければ前輪の矢印が一瞬消えますねこれは4 0ンチ下に車軸が落ちたというふうにこの計算としては認識しましてそれで計算しちゃってるわけですねそうするとこんな現象が起こるとで当然これはあの現実では起こりえない問題ですけれども、えー、我々があのトラクターの非線形動力疑惑を扱っている場合に えー、こういう,う、ここまで極端でないにしても、現実にと微妙な関係にあるような現象が起こりますので、常にその点については、あのー、問題意識を持ってやる必要があると、これは設置長を少し伸ばしたんですね、23センチにしました、先ほどは16センチだったんですけれども、えー、そうしますと、まあ、いいように見ますが、これも、 タイヤが合体ではありませんので、えー、あのタイヤが全部、輪が合体として、えー、機能しているということが必要なあ現象に対しては、やはりタイヤモデルというものをまた厳密に考える必要があるということです。でこれはあこの研究プロジェクトの主張です。自動車というのは安定平行にあると <laughs> あの交通動向法を 守っている限り <laughs> ところがトラクターは濃度走行とかいった場合には、まあ、弱い安定平衡になるとでそれが進入質量とか等高線作業などでは実はいつ、あのー、不安定になってもおかしくない中立平衡だという言い方をしてきましたただ今回、えー、仮想テストライブをだいたい130件かん、まあ、200件ぐらい やってきましたでそれから、いろいろ YouTube 等には、皆さん動画でい <laughs> ろんな農家の方があトラクターのケースをーアップしております。そういうのを見ると、どうもこうではなくて、もうあの不安定平行状態で農作業をする、それはあの肩ブレーキも含めてですね。でそういった作業っていうものが、もうあの、 前提になっている機械であるというふうに、えー、もう少し踏み込んで認識をすべきかなというふうに、えー、このところを考えておりますそういたしますと、あのー、安定平行中立平行かつ不安定平衡な状態で、えー、我々はあトラクターというものの安全をアクティブ安全を考えなくちゃいけないということでありますでこれまで、あのー、作った ててきおりま事故シナリオですがこれを、あのーまあ、モーションプラットフォームがようやくあのこの34月からことを始ままして作ったあシナリオ事故シナリオについては全部こういう形で、えー、再現できますので今度はこれに登場してみてそれぞれの路面とか道路状況 車両状態で運転をしてみて、そうするとまたいろいろ新たな知見というものが得られるであろうというふうに思いまし最後のスライドでありますが、自己シナリオというものは、いくつかの要素過程があって、それによって発生しているんだと。 でそれぞれの要素過程、自己シナリオの要素過程ですね、<laughs> この要素過程は、まず大きく言うと、車両モデルから路面のモデル、それからロボドライバーのモデル、こういったものから構成されている。で、自家シナリオをどういうシナリオを取ればいいか、まあ、今回はあの、こうして起こった農作業事故から非常に大きく着想を得ました、今後もそれを続けていきますが、また、あの要素過程の着想も同様です。 でそれらについては、まず、演疫的な手法、我々が持っている、学んできたトラクト工学の基本的な知識ですねで、それからトラクターの非線形動力学の基本的な知見、人間工学的な知見から、演疫的にこの仮想鉄ドライブによって再現できる現象、それから機能的な手法としては、まあ、今まさにやってきましたように、自己調査データからインスパイアされたものから、アンケートとか聞き取りとか、 こうういったようなものですね。それからここで作りました研修教材の動画などをフィードバックいただいて、えー、かなりそういったフィードバックからもあの今回は反映されているんですけれどもそれを、えー、どうそうすると我々が思いもつかなかったようなあの現象っていうのがこれは多数ありますんで。 それからまたドライこれからドライビングシミュレーターを体験していただいてそれで乗ってみた感覚で皆さんからそのフィードバックをもらうというようなことです。これらの相互作用ということで自己シナリオというもの,のから要素過程の着想構築を進めていくと。ただ、ここでやはり大きくこのチームとしても、まあ、この学会からの研究校など 個別のの研究室でででは対応できないものですねやっぱり車両のパラメータバネ乗数一つにしてもそれから完成モーメント一つにしてもそれからパワートレインのパラメータそれからタイヤのパラメータそれからこういったようなものはやはりメーカーそれとそれからあの国の機関から各これまで蓄積された各種試験が行われていますからそういったようなものと、えー、ここらに連携できるような ステムがあれば非常にに有効にだろうとそれから路面のデータですけれどもこれも現在はかなりエリアで与えていますけれども SFM を使うのもあるでしょうしから農業土木の方の道路設計の図面とかそういったデータがも活用できるとこういうものが制度的に運用できるようになれば 非常に有効な教材作成作業ができるのではないかというふうに考えておりますので、また皆さんのご意見、ご協力を賜ればと思っております。以上、ご清聴ありがとうございました。これで終わります。